謎かけの怪人の役ですよ。わかりやすく言うと。この間ちょっと変わった仕事やってきましてね、アフレコの仕事やってきたんですよ。ね、で、まあわかりやすく言うと戦隊もの、あの ヒーロー、戦隊ヒーロー、ゴレンジャーみたいな、あれの相手役、悪役の、あのアフレコをやってきましてね、あのまだ情報解禁前だからあんまり詳しいこと言えないんですけどね、要は謎かけの怪人の役ですよ。わかりやすく言うと謎かけの怪人の役。そんなオファーが来るんだと思って、で、すごくないですか、ね、で、当日社長と一緒にね、電車乗ってその現場まで行くときに、アフレコって俺2回目なんですけど、1回目今から10年前ね、海外ドラマの吹き替えやったことがあって、でもそれがもう一番忙しい時だったんですよ。もう毎日眠くって、もう多分朦朧と なってる中多分やったんだと思うんですよ。実際のやつを聞いたら、ああもう信じられないぐらいの棒読みだったんですね。でもネットが超荒れたっていうのがあったんですよ、ね、なんだこれは、この棒読みは、調べたらねずっちだぞバカ野郎とか、もうすごい叩かれた経験があって、やだなって、ちょっと不安もちょっとあって、でああいうアフレコのところってマイクが何本かあって演者が何人もいて、映像を見ながらこうやるじゃないですか。自分のセリフが近づくとこう台本持ちながらわーって喋ってっていう、こう みんなとのこのタイミングとかもある。でそんな中素人が混じってタイミングがずれたりとか、みんなに迷惑かけちゃうのがすげえ申し訳ないなと思ってて、でそれをうちの社長に言ったら、あ根津君安心して言ってなかったかっつって、根津だけなんだよっつって、収録はっつって、スケジュールねっつって、3時から5時まで僕のために2時間撮ってんですけど、3時まで他の演者のアフレコの時間になってるんですね。だから他の人たちは根津抜きでもう撮り終えてるから、根津くん NG 出し放題って言うんですよ。いやそんなに出したくねえよみたいなね話で、で現地に着いたら、ヒーローたちが待っててくれて、ね、根津さんに挨拶するっつって待っててくれて、みんなまだ若いですよ、20代のね男の子と女の子、ね、イケメンの可愛いね、で「あレッドやってるなんとかです」とか「イエロー役のなんとかです」なんつって「あどうも根津っちです」みたいなね、で後で考えたら、連絡先交換しとけばよかったなと思ってね、メール送ったらきっとヒーローだから返信してくれんじゃないかななんてね、ちょっと思いながら。ねね、でいざ本番ですよ。何シーンか撮るんですけど、で、正式名称じゃないけど、謎かけ怪人だとしましょう、僕の役柄がね。でまず書いたんですよ、はは俺の名は謎かけ怪人って書いたんですね、台本に。それをこう映像と合わせながら謎かけ怪人なんてやってると、結構監督が演出を入れてくるんですね。あ、根津さんそこはちょっともうちょっと歌舞伎っぽくやりませんみたいな。歌舞伎ですか、根津さんが思う歌舞伎のイメージでやってくださいって言うからね、こう映像に合わせながら、俺の名は謎かけ怪人したら、もうどんどんシーンが進んでいくんですよ。もう全然先のシーンに行っちゃってんのも。そしたら監督が、寝てしたら遅すぎますみたいな、で、いやだって歌舞伎って言うから俺のイメージこれだしって言ったら、あ、じゃあもうちょっと普通でいいですみたいなね、いろんなのがあって、で、あるシーンでは、ここはちょっと、台本にはセリフ書いてないんですけど、根津さんちょっとここは悔しがるアドリブを入れていただいてもよろしいですかって言われて、あ、わかりましたなんつって、そのシーンになって、くそーなんてこった、くそーっていうことを言ったんですよ。そしたらまた監督が、あ、すいません根津さん、良い子が見る番組なので、クソとか畜生っていう表現は避けてくださいって言うんですね。あ、今そういうのもダメなんだなと思って、でその時思ったのが、謎かけ怪人は成立しても小梅太夫怪人は絶対無理なんだなと思ってね、ずっと畜生言ってますからね、あきっとそれは成立しないんだななんて思いながら、で思ったほど時間もかからず、スムーズに進んでったんですよ。で15時から17時っていう予定が終わったのが15時半というですね、1時間半も巻いたんですよ。俺のことどれだけ NG 出すと思ってたのかなと思いながらね。ね、でまあまあで終わって、まだ情報あれですけど、情報解禁したらツイッターとかで上げますから結構面白いと思いますよ。要はどういう怪人かっていうとね、例えば〇〇とかけて〇〇と解く、その心はっていうと、ヒーローたちがなんだその心はなんだっつってヒーローがそれで苦しむっていう、よく通ったよねこの企画がね。いやすごいなと思って、俺終わった後に一生の思い出ができたと思ったもんね。
で台本見るとね、まあまあ、まあ、全くこの通りじゃないけど、この謎が解けぬようなら貴様は俺に触れることすらできるわははは、みたいなそういうセリフとかもあったりとかしてね、ぜひあの、解禁したらツイッター載せておきますんでね、あの11月の後半ぐらいになるかとは思いますけどね、ぜひねあのそちらの方を見てほしいですけど、まあしかしそういった戦隊ヒーローっていうのは一言で言ったらね、鍋料理と一緒ですね。そう、悪から救うってね、ネズッチです。